グエンドリン。眠っている。間に合ったのか。我が宮殿に押し入って堂々としたもんだ。だが私の妃にそれ以上近づくな。ならず者。お前の妃だと。目覚めれば魔法の力で私の虜となる。いずれはここで生まれ変わり、私の一族として生きていくのだ。させるものか。大地を流れる熱脈の主のこのオニキスの花嫁となるのだ。魔王の娘なら我が権力にも見合う。彼女にとっても喜ばしきことだろう。オーダインといい、権力者というのは実に勝手なものだな。お前の権力欲を満たす道具だというなら他で見繕え。グエンドリンは返してもらう。白馬の王子を気取ってお姫様を連れ去ろうというのか。それより自分の心配をするがいい。お前の影から漂う死の匂いが私の気分を害させる。死の国でふんぞり返るあの女の匂いだ。お前の前にいる炎の国の権力者はとても寛容ではいられない。腹の底から怒りが湧いているんだ。予言に描かれる真の姿をお前に見せてやろう。
無念だ。お前に渡すぐらいならいっそのことこの手で。彼女に触れてみろ。うなる間もなく一撃でお前を消し炭に変えてやる。くっ、納得できない。お前に我らを引き裂く権利などあるものか。卑しい盗賊のように力ずくで奪うのか。私のこの思いの行方はどうしたらいい。恋というこの身を焦がす魔物を鎖につなぐなど到底できぬ。この胸の苦しみをどうやって耐えろというのか。突然現れた無礼者に宝を奪われどうやって。お前の言葉はそのまま俺の言い分だ。口づけでも何でもして起こしてみるがいい。だが愛されはしないぞ。彼女は魔法で眠らされただけだ。魔王オーダインがここに来てそう告げた。心を自由にする魔法は最初からかかってなどおらんのだと。お前が彼女を起こさなかったのは心を得られないからなのか。そうだ。目覚めれば飛び去るだろう。ならば眠らせたままこの手のうちに置く方がよい。何？そうか、彼女の心は自由にされたりはしないんだ。よかった。炎の王、霊説を書いたことは詫びよう。そしてその苦しみに少しでも報いたい。オニキス王が望むなら一度だけ王のために剣を振るおう。俺にできるのはそれだけだ。そんなことで私のメンツを埋め合わせようなどと。もう一つ覚えておいてもらおう。俺の目の黒いうちは彼女に近寄らせはしないぞ。目覚めた君は俺を見てどう思うだろう。憎むだろうか。そして去って行くのだろうか。どんなに思い悩んでも意味はない。もう心は引き返せない。君がどんなに俺を打ちのめそうと先には後悔しかなくとも。見たいんだ、開かれた君の瞳に俺が映るの。聞きたいんだ、この柔らかな唇が俺の名を呼ぶの。ほんのひとときでも君に笑顔が灯るならそれだけで俺は生きていける。もう誰の支配も受けない。これからは俺の意志で君のために。